みんな、みんなコロナ問題が激化してるけど、大丈夫かはい、こんにちは。タクです。えー、っとね、コロナの問題が今すごくね、えー、過激化してます。で、まあそれはね、そのことに関しては僕が過去動画で言った通りになっております。えー、まあまだニュースではね、あのー、感染者の数がまだ少ないとかね、えぇ、ー、水際、 瀬戸際対策をしてるとか、まあそういう報道がされた時に僕は、いやもうこの問題はもう時間の問題広がっていきますっていう話をしました。で、都心部からね、えー、地域にどんどん広がって地方でももうあの感染が出てるっていうことからも都心ではパンデミックになってるっていうお話をしました。これね、簡単なんですよ。都心から地方に広がるから、あの地方で広がってるっていうことは、 都心ではパンデミックの感染症を起こしてるということが普通に考えられるので、まあそういう話をしてたんですけど、じゃあ最近ね、あの、いろんな人がね、似たようなこと言い出してね、あパクられたらとか覚えながらで、うん、まあ僕はね、その道の専門家なので、医学、医科学、まあ、 サイエンス、ケミストリー、ま、あいろんな意味でね、専門家なので、僕に聞いてください。ってことで、今日はね、あのー、コロナでね、もう周りね、どこも人がいない。いない。こんなに人がいないの時があるのかっていうぐらい人がいません。で、人が全然いなくてね、もうなんか店も閉まってるしね、えーひ、人がいてもね、もう恒例のね、60、70のヨボヨボのね、 ヨボヨボの人が、えー、街を歩いてるぐらいで徘徊してるというかね。うん、ヨボヨボの人がこうなんか、うん、街を徘徊してね、なんかわ、わからない、ね、こうギザギザな行動しながら街を徘徊してるような感じで、それ以外特に若い人はいません。ほとんど歩いてない人が。電車も人が乗ってない。っていうか電車はね、あの、電車乗るんですけど窓開いてて寒いですよ。寒ーとか言いなからで、窓履いてるじゃんとか言いながらね、まあ、 空気を換気するためなんだろうかもしれないけど、人いないのにね、あの、そもそも、すごいよね。換気して、すごい。です。でもまあね、電車がね、走ってるのはいいと思います。スーパーも空いてるのはいいと思います。えー、インフラとか、あと、ライフライン。こういうものがね、ちゃんと残ってるってこと自体が僕はね、素晴らしいと思います。むしろそれ以外は、もう、全部、 休業にしていいいと思いますよね、うん、ただ、その、感染を食い止めるっていう意味では、休業がすっごい必要になります。ただ、そのね、経営者からすると、あの、お金がかかってるからね、生活がかかってるから、経営者からすると厳しいというところはあると思います。まあ、うちの会社とかね、あの、コロナの問題が出た時にね、も今こそ営業だとか言って、もっとガンガン営業しろとか言って、僕の、うちのね、 会社は言ってましたね。えー、まあ、コロナの問題で他がね、自粛したりとか営業しなくなってるところをもっと営業しろ、営業しろっていうね、うん、作戦です。で、もちろんね、あのー、そういう問題がいろいろね、表面化してきて、なんか、いろんなとこから自粛要請、おそらくされるんでしょう。うーん、なんか知らんけどね、まあ自粛しだしてね。でも自粛って言っても、基本的に、あの、営業はするので、その、 いうの形状の,いしあの自粛で、形状の自粛で、でも営業、別の意味での営業っていうのはするわけなので、まあ、形だけね、あまあ、いろんなところに言われるんだろうと思うし、うん、形だけ自粛しますってことで、こうしてますって多分言ってるだけなんですよね。実際は営業活動をやっております。なのでね、まあ、ライバル他社の人たちが見てたらね、またブチギレるかと思うんですけど、ブチギレるかと思います。 営業ガンガンやってます。はい。うちの会社ブラック企業なんでね、それぐらいでなんか、えあの、仕事を自粛したりね、しません。絶対しません。100%しません,、うん。その営業、建前上の営業自粛の裏側で、本当は営業をガンガンやってるっていう現状があります。まあ、うちの会社ブラック企業だからね、本当に。うーん、まあ仕方ないよね。みんながこうやってなんかテレワークになったり、家で自宅、 待機になったりとか、自宅業務になってる時にもガンガン営業しようぜってことでうん。やっておりますので、まあなんだろうなあの。本当にブラック企業ですね。うんまあ、昔10年ぐらい前に全国で有名になったしね。 <laughs> あの、まあ、あれ言っちゃうとど、どっか分かっちゃうんですけど、10年ぐらい前だったっけ ?8 年ぐらい前だったっけちょっと忘れだけど、ブラック企業でね、もう全国で有名になりすぎてね。で、えー、まあ、いい人材が来ないと。あれ以来ね、いい人材来ないね。うん、大体ね、あのー、あれ以来いい人材来なくて、少し、あの、いわゆるマーチとかね、ニットコマ船ぐらいも来るけど、ただ、そこの中での順位は低いですね。 うん、ニッ日東センとか、マーチとか、マーチとかでね、トップレベルの人が、中の成績ね、大学の中のトップレベルの人は来ません。そんな人は来ません。あのー、なんていうの。マーチとか、ニッ日東センの中でも真ん中がもっと低いかの人たちしか来ないので、まあそういう意味ではあんまりレベル高くないなと。うん、まあそういう意味ではね、うん、全然レベル高くないかなと思います。はい。 で、まあ、そういう意味でね、うん、ブラック企業なので、まあ基本的にはね、コロナとか関係なく、えー、ガンガン営業になります。なんで、ちょっと僕もね、えー、っと、疲れております。で、ここからね、まあ僕の疲れてる話するのもいいんだけど、まあ疲れてるんですよ、本当なんかね、新卒が入ってきたんですけど、まあこっからちょっと僕の愚痴聞いてくださいよ、本当皆さん。 ほんと、最後まで聞いてくれる方は、愚痴を聞いてください。僕はね、ちょっと新卒が入ってきて、ちょっとね、疲れてます。その新卒がね、あの、なんていうの、あの、まあ、採用、なんていうんだろうな。会社って採用して、採用した、した後に、まあ、あの、なんか、こう、アルバイトとかで、ちょっとやってみないかとか、声かけるじゃないですか。で、経験が長いんですよ、はっきり言って、うちの会社。 アルバイトの経験が。で、まあ結構知って、本当は知ってるはずなんだけど、あんまりね、こう、業務効率が良くなくて、えー、っと、なんかね、メールの打ち方とかで、ね、なんかメールの使い方とかね文章のなんかとかね、なんでそんな基本的なことを聞くんだとか思いながらね、うん、ちょっとバカなんですよ。明確の女性なんですけど、バカですね。メールの使い方とかだってそもそも社会人以前に学生から知っとけよって、 最低限のこと知っとけよとか思うんですけど、まあ、バカなんですよね。あーなんかメールの使い方でこれがわかんないとか言い出して、ね、なんか文章のこれがこう、うーん、わかんないとか言って、<laughs> あの、ワードとかでメールとかそういうのも基本的なことだから、その聞,聞くことじゃないんで、社会人としてちょっとね、自覚がないというかね、明確なやつはね、ちょっとバカなのかなって思ってしまいました。っていうか、か 彼女、その子のせいで僕は迷惑がバカなのかなと思いましたからね。うん、まあ、あの、迷惑の人を見てたらね、僕にアンチコメントするのではなく、まあ、彼女をね、変えた方がいいですよ。うん、彼女のそういう仕事に対する姿勢とかやり方、僕に対する、えー、まあ、表現であったり、僕に対する接し方が僕は迷惑の株を下げてると。迷惑のイメージを下げてるので、まあ、彼女の 行動とかやり方が変わらないと僕は変わりません。うん。なんで、明学の人見てたらね、まあその彼女にね、あの、女性の方にね、うん。もう変えてみてください。うん。まあ明らかに僕の方が学歴高いし、えー、都内の一流大学の大学に出てるので、えー、なんか迷学ぐらいになんか生意気に言われる筋合いはないというかね、うん、マジで不機嫌なんですけど、<laughs> あの、しかも新卒でで、ね、 うん、女性でね、マジで不愉快なんですけどね。うん、別に僕男性と仲いいとか女性と仲いいとかそんなことないんですよ。ただ女性でもね、やっぱり明治大学とかね、マーチ出てる女性とかね、えー、結構ね、こう頭のキレが良くて行動ができて、あとすごいなと思う人とは仲がいいですけど、それ以外ね、なんか馬鹿大学出てね、何もできない人とは僕は仲良くないです。っていうのも僕ね、将来経営者になりたいんで、 まあ、今の働いてる会社とは違うと思うけど、まあ、今の会社では多分なれないかと思うけど、えー、自分で会社をね作って経営者になりたいので僕が仕事をする相手パートナーに選ぶのは僕はね学歴ではなくてあの別に中卒でも高卒でもいいと思うんですけどあのその道のプロフェッショナルの人と仕事がしたい。 まあ僕はね、学歴高いし、教養があるので、あのー、なんていうの教養もあって学歴もあるので、その、それはパートナー、ビジネスパートナーには求めません。な、うんか、同じの被ったって必要ないし、それよりは何かと専門的なね、えー、中卒でも高卒でも専門卒でもいいけど、その道のプロフェッショナルの人と一緒に、僕だったら仕事がしたいな。僕は経営者で社長だったらね。うん。 やりたいと思っております。っていうことで、えー、っと、投資家宅は、もうこのコロナ問題でね、えー、ブラック企業にいてほんと疲れてます。あと、新卒のね、使えないやつと一緒にいて疲れておりますので、もう、皆さん声をかけないでください。うん。っていうことで今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。